はい、ガジャマルです。あと1週間で1円スマホ割引の規制がかかって安くスマホが買えなくなると言われています。特価の iPhone や Pixel を買おうと迷っているけど腰が重くてまだ買っていない、乗り換えがよくわからないという方のために、簡単にわかりやすくどこで購入したらいいのかやどの機種を買えばいいのかなど紹介したいと思います。まずはじめに乗り換えに必要になるのが MNP 予約番号です。同じ電話番号を引き続き使うために必要になります。大手キャリアだとこの MNP 予約番号はすぐに発行してくれるんですけど、格安 SIM で契約している方は MNP 予約番号を発行するのに数日かかる場合もあるので注意してください。乗り換えたいと思っても MNP 予約番号がないので乗り換えられないということもよくあります。格安 SIM で契約している方は前もって MNP 予約番号を取得しておきましょう。次に購入場所です。特価スマホの購入場所は大きく分けて3つです。家電量販店と街のスマホショップ、それにショッピングモールや商店街で開催されているイベント、出張店舗の3つです。3つそれぞれの良さがあるんですが、乗り換えが初めてとかあまりよくわからんって方はガジェマル的には家電量販店をおすすめします。その理由は街のショップやイベント販売、出張販売で契約すると結構な確率で有料オプションの加入が条件になります。端末の保証やセキュリティ、自転車の保険やクレジットカードの加入など、スマホを安くする代わりに有料オプションをもらえることがよくあります。それに3ヶ月間有料オプションを加入してくださいとかちょっとめんどくさいんです。有料オプションを解約し忘れると無駄に毎月の支払いが増えてしまうので注意してください。その点家電量販店は良心的でそこまでの有料オプションをもらえることが少ないのでおすすめです。それで特価 iPhone と Pixel はだいたいどのキャリアも同じような値段設定で2年間月々1円から2円で使うことができます。それから iPhone 14と 13、 Pixel 8と 7A の選び方は、少しでも安くしたいという方は iPhone 13や Pixel 7A を選んでポイントキャッシュバックをもらいましょう。月々1円から2円で10万円クラスのスマホが使えて1万ポイントから2万ポイントまでもらえます。ポイントキャッシュバックよりスマホにこだわりたい方は iPhone 14や Pixel 8がおすすめです。他にもいろいろなスマホが特価になっていますが、今回の動画では iPhone 14と 13、 Pixel 8と 7A をメインにしています。あと超ハイスペックな iPhone 13 Pro や iPhone 14 Pro Max などもまれに特価になっている場合があるので、タイミングが合えばこちらもおすすめです。これで MNP 予約番号、購入する場所、おすすめのスマホがざっくり分かっていただけたかと思います。最後に契約するキャリアについてです。ドコモ、au、ソフトバンクの3つのキャリアで特価スマホを販売しています。どこで契約するか迷いますよね。それは現状の契約しているキャリアや光回線の契約状況によって各家庭で変わってくるので一概には言えないですが、ドコモが一番安くて便利だと思います。Wi-Fi メインなら22歳以下だとイルモ契約で月額550円で契約できるので維持費が一番安いです。それにちょうどいいプランのアハモもあって、プランをすぐ変更してもブラックリストに入るというリスクがないです。それから22歳以下でギガ数使うのであれば au のスマホスタートプランもおすすめです。プランの説明をすると人それぞれでキリがなくなるので、契約前に22歳以下かそれ以上か、ギガ数をどのぐらい使うのか、電話はどのぐらいするのか、光回線の割引が入るかなどまとめてみて、どのキャリアが安くなるのかをよく吟味してください。それから23歳以上で現状がドコモだとソフトバンクも au もギガ数を使うと高くなってしまうので、 Y モバイルや UQ で契約するのもありです。例えば UQ モバイルで契約する場合、 au の端末を購入することになります。端末のみの購入になるので、月々2円の47円ではなくて、下に記載している2年間で22,047円となります。少しややこしいんですが、まだ続きがあります。 UQ へ乗り換えることによって2万ポイント前後のキャッシュバックがあります。その2万ポイントを機種購入に充てると、実質2047円で au の iPhone 14 や Pixel 8を購入できることになります。 au の47円より UQ で契約すると2000円高くなりますが、UQ の方が維持費が安いので、ランニングコストを考えると au より UQ で契約した方が断然安いです。これは Y モバイルでも同じで、ソフトバンクで契約するより
Y モバイルで契約した方がランニングコストが安くなるので、現状ドコモ回線の方はこの方法を知っておいてください。最後に2年レンタルの注意点ですが、端末が壊れたり破損すると22,000円の支払いが必要になります。下の段の受け取り不可の場合には機種代金を全額支払う必要が出てくるので注意してください。これで iPhone Pixel の2年レンタル購入の流れはつかめたかと思います。帰省まであと1週間ですが、土日にキャッシュバックの金額が多くなる場合があるので混みますが、土日に行くのがおすすめです。土日がおすすめなんですが、好みのカラーや在庫切れというのも考えられるので注意してください。それと毎年年明けから年度末にかけてがスマホが一番安く買える時期になります。帰省されて年明けから高くなるのか、年始から年度末にかけて安くなるのかは正直誰にもわからないです。今ちょっとでもスマホを変えたいなと思っていたら、帰省前に乗り換えしていた方がいいのかもしれません。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。